ブレンケーキ艦銃、通称ブレンガンは1930年代から広く使用されたイギリス製の軽機関銃である。特に第二次世界大戦中、イギリス軍とその同盟国軍で不評部隊で対応された。その後も朝鮮戦争、フォークランド紛争、湾岸戦争に至るまで使用され続けた。1930年代、イギリス軍は 新型軽機関銃について協作を行った。結果、採用されたチェコスロバキアの ZBVZ26 軽機関銃を使用弾薬を303ブリティッシュ弾に変更してライセンス生産したのがブレン軽機関銃である。1950年代からは 7.62X51mm ナトーダ弾が使えるように回収され、L4 として運用され続けた。 二脚が標準装備されているが、三脚も使える。また車両への搭載例も多い。イギリス軍の後の作戦では、ベルト相談式の L7 汎用機関銃に置き換えられた。また、分隊支援火器としては、5.56X45mm、ナトウ弾を使用する L86 や、ミニミケ機関銃に置き換えられた。ロニーザ・ブレンガンガールこと、 ベロニカ・フォースター・イギリス陸軍は1935年、ルイス軽機関銃などに代わる、新型軽機関銃の強作を実施。その結果、チェコスロバキアのブルノ・ ZBVZ26、軽機関銃系列の ZB27 が、ブローニング・アームズ社のバーや窓戦車などを破って採用され、ライセンス生産契約が結ばれた。若干の設計変更が行われ、 最も大きな変更点は弾薬に303ブリティッシュ弾を使用するためにリム付きの銃弾の形状に合わせて弾層を直線箱型から湾曲箱型に切り替えたことと重心を指ガスチューブガスピストンの設計を変更したことである。ブレンの名前はバーノとエンフィールドから取られている。エンフィールドにはロイヤルスモールアームズファクトリーがある。動作は 原型の ZB26 系列のままガスオペレーション式で弾薬はイギリス軍の当時の標準小銃エンフィールドマーク4のものと共通化している。発射速度はモデルによるが毎分約480から540発である。持続射撃を行って重心加熱を起こした時や重心が摩耗した時などのためにスペア重心に即座に交換できる設計も 原型と同じである。さらに L4A4 以降からは重心にクロム処理が行われ、耐久性が向上している。オリジナルの ZB26 との一番大きな違いは、重心とガスチューブのデザインで、ZB26 が重厚付近に7段階調節式のガスレギュレーターを備え、ここからガスチューブへ発射ガスを導入しているのに対し、ブレンガンのガスレギュレーターは、 重心中央付近に移され、4段階に調節する、よう改められた。また、ZB26 の重心は、関係の空冷リブを備えていたが、ブレンガン重心の外面には、リブやフルートのような加工は施されていない。この銃は、ベルト球段式の機関銃よりも、はるかに軽く、それにより移動や、さらには立車なども、容易になっている。弾層は、 以前の50連ベルト球団を使う場合などのように弾薬が汚れることを防いだ。ブレンガンを使用するイギリス兵ブレンガンは他の武器と同様弾装のバネが強すぎることによる球団不良やジャムを防ぐために通常28から29発だけ装填して使用された。なお、対空用途には100連のドラムマガジンも使われた。ブレンガンはマーク、アイでは 約8 7キログラムと軽機関銃としては平均的な重量で、このことは作戦中に軽機関銃としてだけでなく三脚に乗せて重機関銃として射手と装典主の2名での持続射撃を行うことも可能とした。長距離の航軍時にはしばしば分解され、二人の兵士が分担して運ぶことがあった。三脚に乗せられ、機関銃として使う状態のブレン。 ジョージ・マクドナルド・フレイザーが彼の経験として書き記したこととして一丁のブレンガンが8名からなる小銃分隊に配備されていたとしている。一人のブレンガン伊手に対して他の兵士は彼の第二の伊手として全員が予備のブレンガン用断層、交換用重心を持ち戦闘時には断層の交換を行った。時折は一人の伊手が 自動小銃を扱うかのように、ブレンガンを使用した。小銃分隊の核兵士が傾向するべき、ブレンガン溶断層の数量は時期によって定数が異なるが、一般的には2個から3個ずつであった。イギリス軍の1937年パターン装具において、核兵士が体の前面に2本ずつ傾向する弾薬パウチは縦長の形状をしているが、これは小銃弾や 手榴弾のほか、対戦車銃の弾薬や迫撃砲の砲弾、そしてブレンガンや各種短期間銃の弾倉にも対応できるよう考慮されているためである。同パウチは、ブレンガン弾倉の場合、2個を収納できた。この様式の弾薬パウチは1939年、1944年、1958年の各パターン装具でも踏襲されている。ブレンガンは、 車載機銃としても多用され、ユニバーサルキャリア、戦車、装甲車に搭載された。ただし、戦車においては、同軸機銃としてでなく、レイクマン対空機銃化などを用いた、車載機銃として使用され、同軸機銃には、ベサが使用された。ブレンガンは、イギリス軍兵士の間では、高い信頼性と戦闘効果により、高い評価を得た。このため、 長い間との武器と代替されなかった。ナトウ弾が制定されてからは、この弾丸に適合するように、正式名称 L4 として改修され、1980年代まで第一線にあった。それまでのリム付き弾薬からリムレス弾薬に変更されたため、大きく湾曲していた弾層は、より使いやすい、湾曲の少ない弾層に切り替えられた。塩水型のフラッシュハイダーは、 同時代の L1 ライフル及び L7 汎用機関銃と同じようなスリット式のものに回収された。不評用系機関銃が 5.56mm 弾薬を使用するミニミ型機関銃に置き換えられ、ブレンガン L4 はその運用を終えた。インドやパキスタンなどの旧英領諸国では現在も使用されている。ブレン系機関銃、ブレン系機関銃を構える。 永遠軍飼育教徒兵士、ブレンケーキ管の登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。ありがとうございます。